僕の声君に届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。おはようございます。2016年10月16日日曜日、本日もここ沖縄県西海岸にあります日本一人口の多い村、読谷村紫村サテライトスタジオから10時までの1時間生放送でお届けしていきます。本日のナビゲーターを務めさせていただきます、石川達也と。皆さんおはようございます、まさやです。今日はアシスタントです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。この番組は観光で沖縄にいらした方、そして地元沖縄県民の皆さんに読谷村の歴史や文化、自然、そして地域の声など、その他たくさんの読谷村の、良さをお伝えしていく番組となっております。ガイドブックに載っている情報はもちろん、ガイドブックに、載っていない情報も一緒にお届けしていきますよ。この番組から情報をもとに皆さんが読谷村に足を運んでいただけたら幸いです。ということで、観光情報番組読谷ラジオ始まっております。こちら紫村、朝一からですね、観光客の可愛い美女女性たちがね、可愛い美女って 次々とね、この紫村に、入ってきてます次々と、はい、ますけども、生放送ですよ、よろしくお願いいたします。誰に言ってるのお前。で、本日は日曜日ということで、皆さんまた朝早くからね、今日さまざまなとこにお出かけする、方も多いではないでしょうか。またこちら読谷村でもね、この週末、昨日と今日にかけてね、さまざまなとこでさまざまなイベントが行われてますね、まさやさん。お前困った時は俺に振るんだよ。本当にさまざまなところでさまざまなイベントが行われてるね。本当ですよね。昨日もね、ちょっと軽く取材とかも行ったんですけども、うん、今日も行ったろお前。あ、昨日はこれから準備は行くんですけど、俺が行ったんだけど全部。お前行ったんだ。へえ、すごいな。ということで、ね、本当にこの週末、本当に読谷村で、軽くじゃあ紹介しますね。はい。軽くじゃなくていいんじゃない、がっつり。またコーナーの中で、ね、はい、お届けしていくんですけども、昨日から宮古そば、早期そば専門店田舎が、読谷にオープンしております。こちらは昨日マサヤさんが取材に行かれております。後からがっつり話しようね、これ。はい、
そして、2016図書館、フェスタフルオン市も、こちら開催されております。今日ね、今日ね、はい、今日ですね。フルオン市は今日ですよ。はい、はい、あとはやちむんと工芸市もね、こちらは紫村の近くで開催されております。から青い海の会場で行われます。はい。あとですね、サットさん沖縄ヨガミュージックフェス2016も、うん、こちらも今日まで開催されているイベントとなっておりますので、はい、番組の中でまた、詳しい内容をお届けしていきますので、はい、皆さん、10時までよろしくお願いします。はい。さて、ここで本日のドライビングナンバーをお届けいたします。県出身でもありますマックスで二来家内、どうぞ。
お届けした本日のドライビングナンバーは県出身のマックスが歌います、ニライカナイでした。さてここで本日の天気予報をお伝えいたします。沖縄気象台発表、本島中南部、本島北部の海岸の海域では17日に、明日にかけてうねりを伴い波が高いですので、海上や海岸付近では高波に注意してください。沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。本日の沖縄地方は、高気圧に覆われておおむね晴れますが、湿った空気の影響でところによりにわか雨があるでしょう。続いて、本島中南部のお天気です。本日は晴れのち曇り、波が 2.5メートル、うねりを伴います。降水確率は午前中 20%、 夕方にかけて 20%、 日中の最高気温が30度となっております。最近29度、30度、ね、下回ってたんですけども、今日は30度ですね。ということで暑い一日になりそうですね。本日も外でお仕事されている皆さん、十分に水分補給を、ね、取りながら、ね、楽しい休日を過ごしてみてください。本日のお天気予報でした。ここで本日の沖縄知っとこクイズいっちゃいましょうかね。このコーナーでは沖縄にまつわるさまざまな情報を3択クイズで選んでいただきます。これに正解した方はうちなんちゅですか。ってことで本日の3択クイズはこちらです。じゃじゃん。本日の、はい、お題じゃなくて問題はこちらです。世界チャンピオン具志堅用高が言った海あっちゃーとは、ということで3択クイズです。1番キリスト様、2番仏様、3番、漁師。さあ、あなたはわかるかな。ちょっと待って達也、はい、その前に具志堅用高が言ったってお前これ意味わかってるか。分かって問題出してる。なんで具志堅用高がこれを言ったのか。これをですか。おあら、わからないかも。まあいいさ、じゃあちょっと CM 挟んで説明するよ。はい、ということで本日世界チャンピオン具志堅用高が言った海あっちゃーとは、3択クイズです。1番キリスト様、2番仏様、3番漁師。さあ答えが分かる方はFM 読谷までメールを、どしどしよろしくお願いいたします。メールアドレス fm786@fmyomitan.co.jp でお待ちしております。答えは、番組の後半で、お伝えしますので皆さんお楽しみに。まだまだ観光情報番組、続きますので CM を挟んでまた読谷村のさまざまなイベントをお届けしますので、皆さんぜひ聞いてください。一旦 CM です。
読みたん、なんでも調査団。どこにでもある、でもそこにしかない読みたんラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らない枠を広げる読みたんなんでも調査団ということで、 CM 明けまして、このコーナーは読みたんなんでも調査団です。私たちナビゲーターがですね、読谷村を駆け巡り、さまざまな、スポット、カフェ、まあ、本当に読谷村ガイドブックに載ってない、場所などをね、私たちが調査して、皆さんに情報をお届けするというコーナーになっております。さて今日はどこの情報をお届けしましょうかね。お前考えてないわ。考えてますよ。ということで、皆さんに早速こちらをお聞きいただいてきます。なんで、こちら地域振興センターの1階にオープンしたということですね。はい、こちらは、いつからオープンされたんですか。先月9月22日からオープンしてます。おお、じゃあまだまだ、1ヶ月経たないぐらいですね。そうですね。こちらの、お店はどういった商品を置いて取り扱ってるんですか。タピオカドリンクショップなので、はい、タピオカのドリンクを主に扱ってます。はい、で、うちの商品にはすべてのドリンクにタピオカが入ってます。これは何種類ぐらいご用意されてるんですか。今は39種類です。39種類。はい。うわ、多いですね。はい、その中でも、はい、おすすめの、竹本さんがおすすめするドリンクとかあればご紹介お願いします。はい、マンゴースムージーと、はい、紅芋ミルクフロートと、で、青の洞窟ソーダとショコラテとキャラメルミルクなんですけれども、はい、その中で特に人気があるのがマンゴースムージーと青の洞窟ソーダとショコラテです。はい、この 3商品の中で私が特に注目したいのが青の洞窟ソーダっていう商品なんですけども、はい、見た感じ本当にブルーがインパクトあるんですけども、ね、はい、どういったこの商品になってるんですか。ブルーハワイの味のソーダなんですけれども、はい、もちろん中にタピオカが入ってて、あとアロエ、ちっちゃいアロエが入っているのと、はい、でレモンを飾らせてもらってます。はい、本当にインパクトがあるんですけども、はい、で続いてもこの紅芋、ミルクフロートという商品はどんな商品になってますか。はい、ミルクベースの、はい、紅芋のドリンクの上に、はい、ホイップとアイスクリームとチンスコを乗せてます。はい、チンスコいいですね。沖縄の素材を使ったお菓子で、はい、また、ドリンクにしたということで、はい、ですね、また期間限定でまたハロウィン近づいてますので、はい、商品もあるということなんですけども、はい、そうですね、はい、今期間限定、10月31日までハロウィンスペシャルとして、はい、目玉ゼリーソーダっていうのと、はい、あと墓場プリンミルクっていうものを発売してます。はい、名前がインパクトです。墓場プリンミルク、はい、すごいですね。こちら2つ商品お値段いくらぐらいになるんですか。あと M サイズが500円で、はい、L サイズが600円です。はい、あと目玉ゼリーソーダ、はい、こちら目玉のお餅ですか。これこれはゼリーです。あ、ゼリー、はい、ミルク味のゼリーです。なんか本当に目玉が入ってて本当に見た目からインパクトがあるんですけども、ね、はい、こちらも期間限定ということで、期間限定です。31日のハロウィンの期間ですね。はい、はいはい、ということでこちらの、お店の情報とかはどういったところから皆さん見ることできたりしますか。はい、Facebook とか LINE で、はい、お得な情報やクーポンを随時配信していきますので、はい、いいねお願いします。はい、連絡先とかはございますか。電話番号はないです。あ、ないですか。
もう実際にこちらに足を運んでいただいて、ね、はい、目で、見てお買い求めくださいということですね、はい、改めてこちらのお店がある場所をお願いします。はい、はい、地域、郡太市場の隣の地域振興センターの1階です。はい、ではラジオを聞いている皆さんに、まあ、来てねっていうコメントを最後にお願いします。はい、美味しいドリンクを飲みに来てください。はい、ありがとうございます。本日は地域振興センター1階に新しくオープンしたハピタピというお店から店長の竹本さんにお声をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、皆さんに聞いていただいた、お店は、地域振興センター、の1階にオープンしましたハピタピというお店です。はい、ま、さやさんはこのお店行かれました？いや、まだだな。本当ですか？うん、まだ行ってないな。私先週かな自分が言ってるんだろお前あの取材でちょっとお伺いした時に、まあ、新しくこの読谷村にオープンしましたということでね、竹本さんは内地の方なんですよ。あ、本土出身、うん、本土出身の方で、本当にいつもあの竹本さんと男性の方、うん、お二人で、うん、あの経営、男性の方、旦那ではなくて、いや、旦那ではないです、ね、あ、そうなんだ。スタッフが二人体制で、まあ、このハピタピという、うん、本当にあの郡太市場の、うん、正面からもう本当地域振興センター入る手前なんて言うんですか、ちょっと待って、地域振興センター1階でいいんじゃないの？1階分かりにくくごめんなさい言うな。地域振興センター1階に新しくオープンしたお店、はい、オープンしました。ハピタピ、改めてどういう商品出されてるんですか？ここはですね、タピオカ専門店ドリンクということで、なるほど、ね、もう本当にもっちもち食感のタピオカドリンクがもうね、結構な種類、なかなか効かん ね、 そうですね、ここで飲めるんだ。はい、で一応、先ほどお話でもあったようにミルク、ソーダ、ティー、フロート、スムージーなど選べるわけね。選べるんですよ。いいね、種類がとっても豊富なんですよね。ね、私取材で行った時に、うん、あの青の洞窟、青の洞窟ソーダという、青の洞窟ソーダ飲んだんですけども、見た目が本当にインパクトで青くて、インパクトでインパクトがあって美味しかったですねそうか、あ、その青の洞窟をイメージした、ね、そうなんですよ、飲み物があるわけ。はい、でまたちょっと話でもあったように、ハロウィンがまあ近いということで、ね、うん、また限定商品で、お、ね、あるんですよ。あるんだ2商品あるんですけども、なんかもう名前からして商品名すごいんですよ。なんだったかな、うん、ちょっと忘れた。何やんばなんだったかな、あり、お前はやってもいってないことだったでもね、このすごいんですよ本当に。だから何がよ、ちょっと思い出せないごめんなさいでもこの商品の中に、うん、あのすごいですよ。だから何がよ、ゼリーなんですけど目玉がポツンって入ってるんですよ、目ん玉お前ざっくりしすぎだろこれはもう私が伝えるより足を運んで買い求めてください皆さん。買い求めれって本当にインパクトありますので本当にね、改めてこちら、地域振興センター1階にオープンしました、ハピタピ、タピオカ専門ドリンク店ですね。こちら営業、はい、こちら営業時間が、10時から18時。あ、じゃあこの後さ、そうですね、うん、皆さんぜひあの足を運んでいただいて、また楽しみながらどういった商品が置いてるのかね、見ながらお買い求めていただきたいなと思います。いいね、地域振興センター1階ですね。はい、読谷村飛行場跡地に郡太市場があります。その隣にある建物で3階は FM 読谷になってます。見学自由です。はい、遊びに来てね。はい、よろしくお願いします。はい、以上読谷なんでも調査団でした。なんでもう1回ここで、CM まで曲を1曲お届けいたします。玉木貞子さんが歌います、ユンタンザベニーモ音頭です。いいね、シミコラがいないようや百合もベニーモウサガティメンソリよ、宮城にコーティメンソリよ、宮城にコーティメンソリ。
きうさがきめんそりよ。まじまじうさがきめんそりよ。カラスゴテカテテあちこうこうから。東西南北しまじまに、ゆんたんじゃべにもさたさりて。ゆんたんじゃべにもさたさりて。おい、もう泣くなよ。笑った顔見せてくれよ。一緒に観光情報番組読谷ラジオ聞いて楽しもう。ほら、もっと笑って。観光情報番組読谷ラジオ。さて、CM を挟みまして時刻は9時31分を回りました。お届けしております観光情報番組読谷ラジオです。いや達也、はい、久しぶりにジングル聞いたな。そうですか。お、自分で作っておきながら、まさかこれまさやさんの声だとは知らずに流して、いろんなの37種類ぐらいジングルあるんだけどさ。本当ですよね。ああ、またねこれをね流すことでさまざまなパターンがありますので、またね観光情報番組楽しんでいただけるのかなと、まあまあジングル ね思いますね。人気ありますよジングルも。はい、ありがとうございます。これからも、バンバン流していきますので、今日は何が流れるかなって、そういう楽しみの一つもね、いや久しぶりに聞いた、あると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。達也、ね、メールがいっぱい来てる、はい、ありがたいです。珍しいな、達也、はい、と一緒にやってるのに。ちょっとね、ラジオネームトトちゃん、はい、かわいいね、かわいい、はい、おはようございます。達也さん、まさやさん、今日もいい天気ですね。はい、昨日は子どもの運動会でした。おー、まだ運動会ってやってんだね。やっぱ秋だからそういうシーズンなんですかね。まあでしょうね。
はい、家庭っ子や団体演技をよく頑張りました、はい、母は嬉しくなりましたっていいね。あ、いいな。いいね。だから今日は運動会を頑張った息子とデートです。どこかいいとこありますかって達也。おお、トトちゃんどこかいいとこある？ありますよ。どこどこどこ？読谷村でさまざまなイベントがありますので、うん、おお、じゃあ、ね、ちょっとイベントの紹介、子供と行くいいですか？ちょっと紹介して。子供と一緒、うん、じゃあマサヤだったらぜひ行ってもらいたいのが、はい、今日この後10時から、はい、開催される図書館フェスタ、これいいですね、読谷村の村立図書館の駐車場を、ま、会場にした図書館フェスタが今日10時から行われます。夕方まで行われるんだけど、はい、これさ、いいのがさ達也、はい、まあ、図書館だから本さね、本、うん、聞いてる？はい、聞いてますよ、うん、この本の譲渡するっていうまたあのイベントがあるわけ。意味わかる？譲渡、うん、あ、お前譲渡からお前説明しないといけんのか譲渡、譲渡、譲渡会っていうのがあるわけ。リサイクルフェア、はい、わかる？譲渡、意味わかる？譲渡、渡すわて、譲るわて、うん、自分がもう読まなくなった本とかを譲渡、渡すわてさ。あ、渡す、はい、でもそれに対しては、うん、なんだろう、無償だわけ。無償で譲渡、無償で渡すの譲渡って言うんだけど、はいはい、っていうやつがあるわけ、古本。そうなんだ。もう読まないからもう読む人に渡すっていうさ、そういう譲渡会。そういうことを譲渡って言うんですね、うん、渡す。すいません待って待って、図書館フェスタの話してるのでお前の譲渡の説明すいません、うん、図書館フェスタが今日2016、あります。この後10時から、場所が読谷村立図書館、はい、リサイクルフェアの他にも古本市、はい、飲食のブース、はい、でレンジを使って、電子レンジを使ってのアクセサリー作りっていうのもあるわけさ、うん、あとお話し会というのもある。おお、だから子供と行くんだったらいいかもしれないよ。いいですね、トトちゃん、トトちゃんさん、うん、参考にして、ね、これいいかもしれない。こんなのがあるよ。達也も何かある？おすすめな。ありますよ。お、いいね。なんで？さてありますよ、さてってなんかちょっと待ってお前ありますよ。なんで？ちょっとですね、このサットさん沖縄ヨガミュージックフェス、以前からちょっと番組の中でもお伝えしてはいるんですけども、ここ紫村を中心にですね、西日本最大級のヨガ、ミュージックフェスタ沖縄さ、サットさん、うん、あ、失礼します沖縄ステージ2016今年も開催決定ということでね、うん、金曜日からこちらイベントが開催されております。今日が最終日ですよ皆さん、はい、でね、ヨガも楽しみながら、うん、音楽も楽しみながら、また食も楽しめるといってね。だからね、この体の内側から電気になって、はい、食事でも電気になれるっていうね、うん、いいですね。本当にこう魅力があるイベント、今日まで、今日までですよ、紫村で、はい、ぜひ今日天気が、今日いいよ、ね、いいですのでね、うん、ぜひまだ家族、恋人、友人なども含めて、ね、誰でもね参加して、ね、OK、これ参加されて、ぜひヨガを楽しんで、まあ、ヨガをしなくても楽しめるっていうところがまた一つのね、うん、楽しみ方、はい、観光でオッチニアにいらしてる方々にも本当におすすめです。はい、よろしくお願いします、うん、あとね達也、メッセージいっぱい来てる、はい、ラジオネームルナシーって、ルナシーさん、ルナシーさん、おかっこいい、ありがとうございます。おはようございます。質問、達也質問だよ、はい、シーサーっていう、シーサー、オッチニアのシーサー、はい、シーサーは右と左では男と女どっちなんですかっていう、昨日友人とこの話で盛り上がりました、はい、教えてください。さあ、ナビゲーターはね、リスナーのこういうね、質問疑問にも答えないといけない。はい、うん、はい、シーサーは右左、男女どっちでしょうかっていう、これアンサーちゃんと返してあげて、はい、ズバリ達也がお答えします。ズバリ私がお答えします、はい、あ、いいね。右が女、左が男。あ、そうなの？え、だったと思いますよ。え、だったと思う。そうかそうか、だったと思う。じゃあさ、達也、はい、口が開いてる開いてないシーサーっていうのか。あ、わかりますよ、うん、口が開いてるのがオスなんですよ。おで、口が閉じてるのがメス。お、それはどういう意味？どういう意味、うん、意味があるんだよ、あれ。意味か、うん、口が開いてる閉じてる意味がある、あれ。シーサー知ってる？あの、男らしい、女らしいっていう感じ、ね、間違いない。まあでも間違いではない。あ、メスが口を閉じてるのは、うん、まあ、女性は
まあ、なんだろう、女性らしくみたいな感じ、本当ちょっとこんな意味もあるらしいんだけど、ちなみに右側がオスだ。お前タラタラ言ったか、当たってたわけよ。いやいやいや、うん、左が女ですよね、うん、ですよね。なんかお出ようやみたいな感じで、おいやいやいや、すいませんね。そういうことじゃないです。はい、やっぱりあれさ、迷ってって言われてるさ、ね、そうですね、うん、男はね、これを守ってくれる、女はそれをまた逃がさないように、はい、あと幸せが逃げないようにってことで、女は口を閉じてる部分もあるらしいよ。沖縄の家では必ずと言っても、この門の前に両サイドにシーサーが置かれてますよね。あるよね、これ本当に沖縄ならではだよね、うん、はい、で沖縄を感じたいんだったら、読谷村の中でも24の自治会があるさね、はい、長浜、長浜を散歩していただきたい。長浜のこの集落を、うーん、ザ沖縄が感じられる。長浜はもう昔ながらのさ、瓦葺きのお家とかもさ、はい、で至る所に、なんでこんなところにシーサーがいるのってところにシーサーがいたり、長浜、うーん、散歩とってもおすすめしますよ。長浜大好きです、私。たまに一人で歩いてる、うん、無遊病じゃないよ。うーんなんかうんって、あ、シーサーといえば三波岬の方に、うん、話変えたろ、ね、あ、ごめんなさい。やっぱシーサー関連で三波岬の方にも ね、あの大きい、本当にマギーシーサーが、マギーシーサーになんて、お前正式な、ね、名前わかるか、お前。 あるんですか。あ、いや、あんた、マギーシーサーって、お前ザンパウフジシっていう、覚えますザンパウフジシいるよ、ね、ザンパ岬、はい、勉強になりました。でもルナシーさん参考にしてください、ね、はい、男と女で。達也もう一つ、はい、本当にいっぱい、え、愛知県から来てるよ。お、ありがとうございます。新人小林氏から来てるよ。あ、小林さん、ありがとうございます、はい、たっちゃん、はい、そしてアシスタントの正也さん、おはようって。すごいね達也、もう俺アシスタントだぜ。すごいよな。ね、え、名古屋はいい天気だよって、はい、今日は名古屋いい天気、沖縄もいい天気だよ ね、 今日ね。そうですね、ね、でも最高気温24度ってよ。あ、寒いんだろうね。寒そう。すごいや。で、さてさて、12月24日、はい、クリスマスイブから、翌年1月1日まで沖縄行きが決定しました。おお。来るんだ沖縄。初の新スタジオに遊びに行ってもいいですか。たっちゃんとはまだお会いしてないですよね。さて今日のクイズ、はい、知っとこクイズ、これってインタビューの時の名言ですよね。あ、そうそうそう、具志堅用高が言ったっていうのを、達也は意味わからないで具志堅用高が言ったって言って、さすが新次小林さん、はい、インタビューの時に言ったこれ、うん、うん、そう、インタビューの時に具志堅用高が答えたもの、答えは漁師ですかねって。お二人、達也さんと正也さんの仲のいい会話本当に楽しいです、ではまたねって言ってる。ありがとうございます。達也、仲のいい会話かですよね。ギクシャクしてる部分もたまにありますが。ギクシャクしてないだろ。お前があまりにもわからんから説明してんだろ。ありがとうございます達也、はい、ありがたい。いや、愛知県からだよ、新次小林さん。そうで、もう一つ東京から、はい、東京からだよ。東京、ババさんから来てる。おお、ババさん、ありがとうございます。達也さん、正也さん、おはよう。はい、正也さん、達也さん、なんだか新鮮ですね、二人。オープニングから面白いです。達也さん、汚いですね。正也さん、頑張ってね。生放送どうか気をつけてね。あれ、今汚いですねっていうフレーズを聞いたんですけども、これは違うかな、空耳かな。ババさん、東京のババさん、今日の沖縄知っとこクイズ、海あっちゃーは3番の漁師ですかって。これはね、うん、今は答えは言いません。いやらしいなあ、いつ言うのじゃん。番組の最後で。おー、いいね、言い忘れるねよ。はい、はい、メール以上、ありがとうございました。はい、ありがとう、ありがたいね、達也ね。ありがとうございます、うん、本当に海を越えて、内地から、うん、こうたくさんのメールをいただいて、まあ、私も頑張ろうっていう励みになります。で、あと観光で沖縄にいらしてる方、レンタカーをご利用の方、はい、でこのなんだろう、これが沖縄なんだよって本当にゆったりとした番組を聞くっていうのも FM ターンのこの番組ならではなので、ぜひ楽しんでいただきたいですね。ここでしか聞けないっていうね、ラジオ、ぜひカーラジオで聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、達也、あとぜひ行っていただきたい、ちょっと美味しい情報があるんじゃない。はい、なんと、うん、昨日から、オープンしました、宮古そば、早期そば専門店田舎が読谷にオープンしました。おー、すげー。はい、
明日がそばの日ということでね、昨日からこちら読谷に田舎が、オープンしたんですけども、はい、オープン記念として、はい、本日まで、昨日と今日ですね、本日の2日間自慢のソーキそば1杯がなんと300円。たちはこれさ、はい、実は昨日オープン今日まで、まあ、2日間ということで特別価格で300円、はい、1杯300円で提供してるんだけど、うん、明日月曜日が大きなそばの日の、なので、はい、3日間になった。お、1日増えた。明日まで。そうなんですね、うん、明日まで。これさっき報道聞いたんですけど、うん、マサヤさん昨日食べに行かれたんですよね。行ったよ、取材行きながらさ。どんなでした達也、はい、宮古そばってこんなに美味しいんだと思った。食べたことあるんだけど忘れかけてたんだけどさ、はい、いやこれはねぜひ行くべきだな。これ麺とかだしとかどんな感じなんですか。まず宮古そばの麺は細麺なので、細麺、細麺で、はい、とってもまあなんだろう、でもそれでも食べ応えはあるわけさ。で、田舎のスープはさあっさりしてる。 あっさりしてる。ただこれに乗ってくる早期、長時間煮込んだだけあって、はい、骨までがっつり食べれる。ーとっても柔らかい。プトプト、沖縄で言うプトプトハッシュサッコーマーサタンド。昨日オープンということで、そう、人もかなりかなり多かったではないですか。でね、場所もね、読谷村雑木見のファミリーマート裏手の道沿いにあるので、はい、まあ、ちょっと看板を目印に行っていただきたいですね。ちょっと隠れ家的になってるので、逆に探してたどり着く楽しさもあっていいかもしれない。ぜひ皆さん、宮古そば、早期そば専門店田舎、昨日からオープンしてます。で、特別価格で、オープン価格で1杯宮古そばが300円で食べれます。皆さんジューシーも置いてますからね、100円で食べてくださいね。はい、皆さんぜひ、行かれてみてください。マジうまい、まあ、昼時にね、お腹空いたな、うん、今日はじゃあそば食べようってことでねこちら田舎に行かれてみてまたね、はい、堪能していただきたいなと思います私もね行こうかな。行けよお前。はい、行きます、はい、ということで CM 挟んでまだまだ、お得な情報をお届けします。達也、メールまた入ってる。レンソーレンタカー、ラジオドライブマップ、ご案内します。このコーナーは沖縄県レンタカー協会参上会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップということで、今日はですね、こちらレンタカーご利用の皆様へお得なプレゼントが当たりますよということで、特産品プレゼントのお知らせです。レンタカーをご利用の皆様に嬉しい情報ですよ。レンタカーを借りる際に手渡されるドライブマップに読谷村特産品プレゼント情報が、記載されているのをご存知ですか。毎月10名様に抽選でなんと5000円分の読谷村特産品が当たります
応募方法は沖縄ドライブマップ22ページに記載されているメールアドレスから応募するだけですよ。お、送る際に住所、連絡先、観光情報番組読谷ラジオ宛て、できればですね、読谷荘に観光に訪れて、一言旅のエピソードも踏まえてメールをいただけたら幸いです。メールアドレス fm786@fmyomitan.co.jp までお待ちしております。以上、レンタカーご利用の皆様へ沖縄ドライブマップ利用特典で読谷村特産品プレゼントのお知らせでした。さて、観光情報番組読谷ラジオもう間もなくですね。何が番組終わります。あ、そうか。ということで第4コーナー始まっておりますけども、達也、はい、なんでか分からんけどメールがいっぱい届くわて。おー、みんな間違って送ってんのかなと思って。いやいやいや、ね、はい、ラジオネームなおさん。なおさん、ありがとうございます。なおさんはね、読谷ラジオの常連だわて。知ってます。知ってる。はい、達也さん、まさやさん、おはようございます。ラジオネームなおです。はい、今日は読谷ラジオを聞いて少しのんびりして午後はお仕事です。あ、今日は休みじゃないんですね。あ、そうなんですね。今日の読谷何でも調査団のタピオカのお店、はい、聞いて行きたくなりました。お、今日のクイズの答えは漁師です。達也さんも楽しい方ですね。これからもよろしくお願いします。でも声は汚いですね。それでは時間まで頑張ってください。待って、今のは多分で、ね、増谷さん付け加えましょうね。絶対絶対奈緒さんはそういうことを言う人ではないと思ってますので。はい、もう嘘、ごめんね。いい声ですねって。ありがとうございます。あ、でもう一通来てるよ。はい、玉木めぐみさんから来てるよ。お、ありがとうございます。まさやさん、達也さん、おはようございます。まさやさん、達也さん、宮古そば田舎さんオープンしてるようですが、今日はお父さんと散歩がてら行ってきます。おお、ぜひ行って。サッコーマーサンド、達也、何て言ったか分かるか。最高にうまいよ。あ、っていうことですよね。で、また東京のババさんから来てる。はい、軟骨ソーチそば食べたい、トゥルトゥルって来てる。お、本当にうまいから。うーん、300円でいいのって思うぐらいのボリューミー。ボリューミー、おー、もうとっても最高だよ。あれはそうですね、行く価値ある。昼時はちょっと混みそうではないですか。ね、ちなみにさ、11時オープン、はい、でラストオーダーが夕方4時半なので、皆さん気をつけてくださいよ。はい、よろしくお願いします。ちょっと時間ずらして行くのも。いや、どんなかな。昨日もね、はい、お昼が過ぎても全然お客さんが切れることなかったので。あ、もうタイミングだろうな。タイミング、うん、ちょっともう並んででもいいから。いや、並ぶ価値ある。それぐらいうまい、はい、うーん、本当に食べてみて。で、この田舎さんはね、はい、那覇にもね、いくつかお店構えてて、公設市場とかさ、はい、あとアジャニ、アジャニあるのが本店なんだけどさ、本当にこの観光で沖縄にいらしてる方々にもとってもそばつをうならせるぐらいの味があるってこと、大人気だそうですよ。でね、口コミでもさ、観光客や県外から沖縄に移住した方全てに知ってもらいたい田舎のおそば、っていう風にもね書かれるぐらい、うーん、大人気なそばが読谷にオープン。皆さん足を運んでください。はい、以上です。はい、ということで、メールはもう以上ですかね。うん、以上ね。はい、今日もたくさんの方からメールをいただきました、うん、ありがとうございます。メールはくれなくてもラジオ聞いてる、そうですね、皆さんありがとう。はい、ありがとうございます。俺と達也なのに。、うん、さて、まだまだ、週末にかけて、週末にかけてと言いますか、本日まだまだ終わりやし、イベントがありますので、まあ、こちらも紹介しておきます。第11回読谷八千文と工芸市ということで、いい、ね、本日も間もなく10時から、始まります。はい、今日が最終日です、皆さん。はい、こちら紫村の近くでまたね、うん、イベントが開催するということで、うん、はい。はい、何、たくさんの出展予定工房も、はい、ガラス工房さんもいらっしゃいますので、八千文以外にもガラスも販売してます、はい、ということ、通常より安く、ね、はい、普段はちょっと手に取れないっていう商品もね、この八千文市でね。手には取れるだろう。手には取れるんですよ。ちょっと買えないな。なるほどね。っていう方もね、この八千文市の方でね、うん、お気に入りのまた商品
ガラス塔がね見つかるかもしれませんよ。達也、はい、東京からババさん、マサヤさん最高です、達也さん声が汚いってえ、いやいい声ですよってババさんから。ババさんちょこちょく、あ、ちょくちょくいじりますよね許しませんいやありがたいと思わないか達也、逆にリスナーがこんだけ反応があるって、はい、まあ、ありがとうございます。本当にありがとうだよ、しかも東京からだよ。そうですよね、そうですよね、何で話かんてんのよお前なんで上から目線なの本当にこの大事な日曜日のこの朝一の休日をね、お前の声聞いてるんだよ、読みたんラジオ聞いていただいて、ババさんありがとうございますもうみんなありがとうございます。はい、実は今日のクイズの答え、そうですね、先ほどから皆さん気になってるかと思いますが、本日の知っとこクイズは、うん、世界チャンピオン具志堅用高が言った、うん、海あっちゃーとはという、問題でした。意味は、うん、1番キリスト様、2番仏様、キリスト様ってなんか3番漁師ということ、両親、漁師ですね、漁師ね、ということで、うん、答えはじゃじゃん、3番の漁師でした皆さんもお分かりでしたね。いやもう今日メッセージくれた人全員正解、はい、海あっちゃー、ちなみにこのあっちゃーってつけるの、はい、いろんな部分に関して沖縄の人あっちゃーってつけるの分かるか、だつやあちゃーとかですね、違う、あちゃーは明日だろ、ごめんなさい、あっちゃーって言ってんのよお前すいません沖縄の面白いところはさ、はい、学校に通うって言わないんだよ。え、なんて言うんですか今、例えばよ、まあ、おじさんとかが久しぶりに甥っ子姪っ子に会ったら、はい、今何やってるかで、あ、おじさん今私大学に行ってるよって、あ、大学歩いてる、歩いてるって使うさ、あっちゃー、意味わかるか、あ、意味わかる、海あっちゃーも意味わかる、あ、海を歩く、うん、歩くじゃないもうお化けやし、海歩いたらお前え、なんでかあれ海歩いてる、海あっちゃこんな意味じゃないバカもういいよということでね締めに入りたいと思いますけどもはい、まあ、今日もね、さまざま私も含めていろいろ読谷村の、イベントを紹介したり、またちょっと方言の勉強にもねなった方もいるかなと思います本当に、はい、今日まで本当に開催のイベントが、様々ありますのでもう皆さんこの週末ぜひもうこの後でもラジオを聞いてですね、車を読谷村に足、ね、運んでいただいて達也、東京のババさんラスト、達也さん、はい、一言1111ですねありがとうババさん、ありがとうございますということで、はい、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りしました明日も聞いてね、また後からや、後からや、最後にあのフレーズ言いましょう、いいよあなたがやって、はい、はい、では、うん、今日も沖縄にメンソーレー、なんか嫌だバイバーイ